ンドというか集合体というか超越してますよね。こんなに心に響いてくるような音楽ってあんまり印象になかった。個性の強さやろ。俺そうなんか大人の人に出会えたっていう感じ。かなり日本のバンドにしては衝撃的な。ずっと変わんないとこがいいですね。はい、まさか生で見れると思ったらなんで。遊び上手な魅力ですか。ああやって年を取るからすごく羨ましいです。涙出そうになって。天使のようなものになって。いや最高でしたね。いつまでたっても色褪せない。一夜限りですからね。本当に今は、まあ、でこそなんか黒骨がなんかすごいとかね、どんどんとかって言ってくれるけども、当時は本当マイノリティですよ、とにかく人と同じことをやるのがすごく嫌いで、みんなそうだったと思う。いろんなイベントでやってる時はまだまだ全然まだ分かってなかったと思いますね、ロックはまだああいう時代じゃなかった、日本では。下から NHK ホールですか。ベリベリタイヤ。どうぞ明日の意気込みを。明日楽しんでやります。頑張っていくぞ。はい、どうもお疲れ様です。NHK ホール楽しんでできればいいんですけど、出だしが間違えたら全て終わりですから。頑張ります。頑張ってください。Thank you.